どうも、みつみついと申します。今回は現在期間限定レイドで入手できる最強ゴリランダーを使っていきたいと思います。ご覧の通りね、とってもハンサムなゴリラでございまして、第8世代ではめちゃくちゃ強かったんですが、今作第9世代でめちゃくちゃ弱体化しました。メインウェポンのグラススライダー没収、そしてサブウェポンとして高い採用率を誇った10万馬力バカ力没収。ゴリラがなんか悪いことしたのかっていうぐらい大事な技が没収されております。新規習得技も採用の余地があるのは草分けぐらいで、強化された面はほぼありません。ただし特製のグラスメーカー、そして専用技のドラムアタックはどちらも強力なのは今作も間違いありません。この2つを軸に今回は耐久ぶりの HB ゴリランダーで弱体化してもなお強いゴリラを見せていければと思っております。何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。コウ DJ さん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、 DJ コウさんとマッチングいたしましたけども、私はとにかく最強のゴリラを活躍させていきたいなと思いまして、そうですね、基本的には先発で出していって有利な対面を作っていくっていうのはゴリラのお仕事なので、ゴリラを出していきたいなと思うんですけども、ロトムが厄介っちゃ厄介なんだよな。翡翠爆風出していくか。ゴリラ爆風、あと一応海流でこれでいけますかね。さてさて、初手はウェーニバル。おお、有利対面。これは非常にありがたいお話。これ非常にありがたいお話でね、そういう風に楽器出すんですね。こういう感じでドラムをセットしていくんですね。普通に考えたら交代だと思うんですけど、いや意外と素直にドラムアタックから入るっていうのもありなのか。ちょっとドラムアタック打ってみましょうか。アイスピナー、あら普通に攻撃してかけてきた。ただ私の HB ゴリラなので、意外と耐えていくというね。しかもゴツゴツメットを持っているというね、そういうお話でございます。グラスフィールドがね、削られちゃうのがちょっと嫌ではありますけども、とりあえずね、とりあえず初戦はものにしていくと。はい、オーロンゲでございまして、まず宿りの種から入るか。不意打ち、あらそういうやつ。はい、宿りの種を仕掛けていきまして、別に不意打ちされても別にそんなに大きくは困んないといえば困んないんですけど、どうしようかな。これはどうしようかな。一応素直に攻撃していくか。不意打ち、そんなめちゃくちゃパワーがあるわけでもないと。私のゴリラが硬いだけかもしれないけど、でペシペシやっていき、素早さを下げて、さらに体力をチューチュー吸っていくというね。いや、いいですよ。ゴリラがなかなかいい活躍をしておりますよ。この太鼓の達人みたいな太鼓、非常に可愛いですよね。で、不意打ちと。ここも勝てるっちゃ勝てるんじゃないかな。はい、どんどんと。太鼓を叩いて勝利と。はい、2枚抜きとね。ゴリラは基本的に有利対面を作る役割だから、こんなにガシガシ抜いていかなくていいんですけども。思いのほか活躍しても、ただ、このヨザル。このヨザルか。宿りの種で外れていく形。しょうがない。挑発。本来はね、挑発はもう時すでにお寿司だったんですけども、そうはならなかったというね。ゴリラより遅いってことは、でも素早さ下げる必要ないか。じゃあ一応はたき落としといくか。一応はたいといて、ドレパンか。ここは爆風で、ここは爆風でテラスタル百鬼薬をでいきたいと思います。テラスタルすることで一発ここの、フンドの拳を回避するしたら、向こうもテラスタルしてきたと。これお互いノーマルテラスタルだったら不毛な一ターンですよね。なことはないと。なことはないけど、炎タイプになったことで焼けなくなっちゃったのか、これで。それはちょっと嫌だな。炎タイプって火傷しないですもんね。百鬼薬効でね、ある程度削ってもドレパンで回復されちゃうのがね、これは痛いっちゃ痛いんだけど、ここでドレパンでさらに回復で、多分海流の圏内に入ってると思うんだけど、ただフンドの拳の威力はもうバカみたいになってるからね。正直だからね、マルチスケールがあるとはいえ油断してはいけない。ただこう炎になったことによって自信がね、しっかり通るので、向こうのが早かった。
向こうのが早かった。あ、ゴリランダーよりは遅いけど海竜よりは早いというね、難しいですね。まあとりあえず自信は効果抜群なんでさすがに倒せるというお話。なるほど、まあ、ただここでビルドアップはまあちょっと悠長といえば悠長。いや、そんな感じでね、まあ、ゴリラが2枚抜いてくれてこのヨザルをなんとかね残り2匹で倒したということでね、つまり今のポケモンはサルとゴリラが強いというお話でございます。はい、マッチングいたしました。シルクさん対戦よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、なんかちょっと受けっぽい感じもしてなんか嫌な感じがしますけども、まあとりあえずねゴリラを信じて、まあ受けにはやっぱクマがいいかね。ゴリラックマ、ゴリラックマ、ゴリラックマとあとなんだろうね。ダメだ、ゴリラックマっていうなんか響きがちょっと気に入って何回も言いたくなってる。ゴリラックマ爆風、なんか爆風っているとなんか出したくなるな。さて街中でございまして、これは何でございますでしょうか。あら、色違いのヌメちゃん、対面的にはあんまり有利じゃないよねこれきっと。宿り木で、はい、あ、装飾だ、こいつ装飾のやつだ。うそーん、装飾の方、だって翡翠ヌメルゴンってシェルアーマーがメジャーじゃないの。あ、でも装飾も一定数いるんだ、マジか。これはちょっと私が勉強不足でした。これはちょっとね、また一つ勉強になったということで、ここは爆風にチェンジと。はい、お見通しで。直帰か、直帰だったら叩いといた方が良かったなと思うけど、ここはまあ噴煙でいいかな。瞑想もちょっとねありっちゃありですけど、早く焼いときたいところがあったの。ドラゴンテール、ドラゴンテールからの冷凍ビームを両方持ち合わせてる。そしてクマが出てきてしまった。これはあんまり良くないな、あんまり良くないけど、クマだったらこいつでもぶっ飛ばせる可能性があるな。これはちょっともうぶちかましていく。冷凍ビームは一発ぐらい耐える。オッケーオッケー、そしてぶちかまし、オッケー、よしよしよし、邪魔だったこいつをとりあえずねぶち飛ばせただけでも、まあこっちとしてはね収穫ありということで。ただクマはねもう結構苦しいだろうね。そしてドゥインルー、ドゥインルーか、ドゥインルーは本来こっち有利なんだけど、これテラスタルする気ですかね。あ、テラスタルしない。でもまあ硬いねとはいえ、まあ、一応回復させていただいて、自信さすがに落ちてるとはいえそれは大丈夫だって、まあグラスフィールドですしね。あとまあトレーナーの後ろで、ね、子供が 2,3 人なんか応援してますけど、その位置危ないよね。ガチグマとかが暴れたらその位置も全然危険ですからね、柵とかないから。テラスタルはしない、あくまで切り札最後まで取っておく。結構ガチグマがどうしようもない、もしかしてここでステルスロックはもう遅いんじゃねえかな。それはおっちゃん遅いと思うで、あくまでテラスタルは切らないと、最後のやつに取っておくと。このディンルーのおかげで結構回復できたっていうのはでかいな。ほんでもって海竜と、海竜、おお海竜、僕はここは投げつけたい所存。テラスタル、テラスタルなんじゃろがい、僕は飛行だと読んでるんですけど、ほい飛行、来た来た、飛行テラバースト耐えるかな。いや耐えれると思うんだけどな。竜舞、あら竜舞はなんか舐められたもんだね。いけガチグマパンマン、投げつけろ、おりゃ焼けろ、えい、はいと、焼けた海竜が出来上がりと。こいつなんかアンコールで縛ってきそうな感じあるんだよな。ここは爆風で、すごいなんかアンコールで縛りそうなので、はい爆風、もうステルスロックでね結構いいダメージを食らっちゃいまして、光の粉、うわえれえやつじゃない、これはやばいね。光の粉か、3対1とはいえちょっと油断ならねえやつがいるね。最後にテラバースト、これどうだろう、耐えれるかな。これで火力は通常だと思うんですけど、無理か。ゴリラ、ゴリラね、この試合ゴリラはちょっと役目なさそうな感じありますよね。さて次、避けられたらしまいっていうまあなんとか頑張っていきましょう。テラスタルから元気で、さすがにテラバースは耐えると思うんですけど、
光の粉で避けられたらおしまいというね。そんなオチは値いりません。本当にちゃんと勝っていい。本当にそういうのはなんか報われていい。龍舞、ほう、ここで一回踊る時間があると。しかし私は大丈夫、私はちゃんと当てれるんだ。よしよし、えらい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 、いけ、倒せ倒せ、頑張れ頑張れ、よーいしょと、オッケー、強い、ありがとうクマいやー、オッケーオッケー。まあ、この試合ね、ゴリラはそこまでだったけど、まあまあ、翡翠ヌメルゴンが草を食べてるとか見られたっていうだけでも、まあゴリラの役割あったんじゃないかなと。やっぱ常日頃ね、翡翠ヌメルゴンに草をあげたいなと思ってたところなんで。はい、マッチングいたしました。バイオレットさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、フアライドがいる時点でもう嫌な予感しかしないですけども、まあ、ただとりあえずゴリラにね、なんかあんま弱点つくようなやつもそんないないんで、ゴリラから行っちゃっていいんじゃないかなと。ただもう小さくなるバトンされたらどうしたらいいのっていうところがあるんですよね。なんかそれに対抗できるやつが基本いないというかね。ゴリラ、ペンギン、クマさんで行くか。このワクワク動物ランドで行きましょうか。さてさて、頑張っていきたいと思いますけど、誰でございましょう。あ、オーロンゲから。これあれか、最近不思議な贈り物でもらえるやつですかね。さてさて、まあオーロンゲで壁張ってフワライドを展開させていきたいみたいなやつですかね。まあここはちょっと悠長かもしれないけど、宿り木の種からいきますか。電磁波、はい、かわしていく。電磁波か、やだな、どうしよう。電磁波がやだから、クマを投げるか。ここでクマ投げするか。クマならばね、電磁波は効かないですから。はいーと、はい、つられクマということでね。ほんでもってどうしようかな。こっから元気でリフレクターね。ー、これ瓦割りの一つでもあればね、なお良かったんですけど。おいーと、ここでなんか捨てゼリフとか打ちそうですよね、やつは。どうしよっかな。フワライドが出てきた場合、もう投げつけるしか打てないんだけど、逆にこいつが居座った場合、投げつける打つのが非常に良くないんですよね。もういいか、釣られてもいいから、から元気打つか。よかったよかった、居座ってくれるならそれでよし。よいしょっと。でまあフワライドじゃないですかね。ねえ、もうフワライドが出てくる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 。投げつけます、小さくなる。とりあえずここは当ててもらわないとお話にならん。あ、当たった、よしよし、当たった当たった、オッケーオッケー。最低限ね、やけどを食らわせれば、こういつかいつか倒せるか。でまあ足元の草は消えていきまして、ここは一回ゴリラに変えましょうか。最強ゴリランダー、小さくなる。逆にね、敵が小さくなるということは僕が大きくなるということですからね。はい、お盆の実をはたき落としまして、身代わり、ここでバトンかな。あ、まだまだ小さくなる。今んとこ奇跡的に命中させられてるからな。もうそろそろ外れるターンだと思うんですよね。まあ外れるよなと。これもしょうがない、正直しょうがないんだよな。蓄える、あら、バトンしないやつだったりするかな、どうなんだろう。バトンしねえやつ一つ蓄えましたけど、防御上がる、特防上がる、畑落とす、畑落とせない、まずいね。ここでバトンされたフワライドはもう役割ないけど、いやまずいね。そしてクマさん、これどっちのクマさん、これ見てもよくわかんないんですけど、お、畑落とすだ。ただ今、あ、ってことは、ん、いやわからんな。とりあえずリフレクターがなくなった。さらに剣舞と、もう地獄だよとんでもなく地獄。ドラマタック当たらない、もう無限に積んでる、もう遊びに入ってるもうこれ遊びだろ、これ以上いらんだろ。そんなに当たらん、もうダメだ全く当たらんもういらないだろって頼む、もうちょっと意地でここ当ててほしい。ここ当てなかったらもうノーチャンスもいいとか。オッケーオッケー、さすがにな、さすがにノーチャンスすぎる、これで当たんなかったら。インファイトでまあやられていくんですけど、まあここで耐久は落とせるし、で5つ目でダメージも与えられるわけですね。で身代わりも残っていないと。ここでフリドラを一発で当てれればまだチャンスはあるんですよね。テラスタルフリーズドライで頼む、外役に
外役に負けるなと思ったら向こうもテラスタル。水か。じゃあまあフリドラは結局通るから、まあ同じといえば同じ。負けるな外役に。アクアジェット、アクアジェット強っ。まあ、タスキでしっかり耐えていき、いけ頑張れ、フリーズドライ、おー当たった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 、やったーやったー、外役許すまじ。そんな戦法良くないんだからね、本当に本当。ポケモン公式さん見てますか、良くないですよこの戦法で。これはもういくらなんでも勝ちでしょ、堪忍なされ。はい、大戦ありがとうございました。いやーやったー、勝った勝った、全員野球でなんとか。本当に小さくなるバトン良くないと思います、というわけでね、夏休みでね時間のある学生さんもたくさんいると思いますけども、だからといって無限にあるように感じる時間を小さくなるバトンで使ってはいけません。まあ、そんなね最強ゴリランダーお兄さんからのお知らせでございました、失礼いたします、お疲れ様でした。